だからリーチ行くときはもう間違いなくローマ切って行くんですけど、はい、っていうことですよね、うんうん、ようやく上がりが出ましたね。出ましたね、はい、3曲目にして中林の2000点の上がりとなりました。トン3曲に進みまして、ドラはチュン、親は久里です。トントンペーペー、赤赤は太し、どちらも役配。ドラ票初、それとも一入れの白か。さあ久里いいですよ、赤入りメンツができた。秋はまだまだ時間がかかりそう。中林はマンズを集めながらになりますか。ペイがあんこになります。いいピンをかめるんですね。切らないですね、いいピン。おそらくトンポンから あのビジョンは立ってると思うんですよね。となると重なりやすいパイを残したくなりますね。イースを握れにつきリアンスを残す、まあ、投げなくてもね、形としてはトンジャントで十分な形ではあるんですけども、トン泣いてしまえばもうただの漫画みたいなもんですからね。さあ親からドラが出てきましたよ。いや伸びてますね、中林さんも。はい、中林シャッターも伸びてるしね、はい、またぶつかっちゃう、これまたぶつかっちゃう。ドラを切った久里の手配がこちらのイーシャンテン。合わせてドラを切っていった秋はまだまだ時間がかかります。そしてマンズが伸びている中林。これ太志さんからパーマン出そうなんですけど、パーマンから行きますかね。ポンしそうですかね。くっつきましたか。一応残るか。3万もポンできる。あ、こっちはどうかなと思ったんですが、これもポンなんですね。もう鎮逸狙いですかね、それともなんかちゃんとの本一。いやー本一の方が有力で、今2万重なったりね、4枚目の3万持ってきた時だけじゃないですかね、うんうん、一瞬だけ鎮逸見るよという感じでしょうか。鎮逸にしたかったら3万ポンちょっと形が弱いですもんね。そうですね、なのでイースマンチーとかの方がね全然優秀ですもんね、さあ久里が来るぞ、久里が来るぞ。関羽層で構わずリーチだ。リーチに抵抗赤、想像良しですか。良しですね、実際良いですね。山には3枚残り、赤嘘を太志が1枚持っているだけです。来たぞリャンマン。ただリャンマンないんですよね。これはリャンマンうちにしかならないかな。でも鎮逸になったなって思いますが、うん、思いますよね。思います、はい、お前引けば一緒じゃんみたいなね。はい。さあ天敗ですよ。リャンスを切ってペンチーマン、リーチはかけません。役があります太志です。ペン赤赤、ペンチーマンは2枚残り。いやー関羽層3枚が不気味ですね。さすがの太志さんも止まんないよね、嘘をね、と思いますけれどね。親番久里からのリーチが入っています。何をポンして中林が追いつく。スーチーマン数万が山にたっぷり4枚か。これで太志さんは積もらないと上がれなくなりましたか。なるほど、チーマンが出て2人からロンの声がかかりましたが、ここは中林頭跳ねの上がりとなります。本日2600点、久里渾身のリーチは空を切った。まあ、ただ2人からロンの声は明らかに聞こえましたからね。そうでしたね、こちらにも聞こえてきましたので、はい、ロンロンと聞こえました。何点かは分からないですが、まあ2600のが安そうだなっていうことですよね。久里選手としてはほっとしたという感じでしょうか。うん、 M リーグルールダブロンはございません。1局につき上がれるのは1人のみ、はい、久里選手がチーマンを切りました。その次に先にツモ番が回ってくる中林の方が、お先に失礼と言って上がることになりました ね、はい、ね、あれついてる時は安い方が頭真似してくれるんですけどね。わかります。ついてない時はね、1000点と1万2000で1万2000の方に補充になったりしますからね、はい、過去にはね8000と3万2000というダブルありましたからね。そうですね、あれは8000が頭はね、ありましたね、はい、3万2000を上がれなかったのが中林選手です。打ったのが滝沢さんですか。そうです、はい、そしてビアー
滝沢キューバ危ない、滝沢キューバ危ない、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 行ったか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 行ったな。これは3万9万これ完全に次元爆弾、やばすぎる。村上は入る。9万3山、9万3山、津田さん行っちゃいましたね、はい、4週連続、うん、行っちゃいました。4週連続、先週の高宮選手の数万個に続いて滝沢危ない。あ、もうダメだね、これはダメか。いや、この9万が当たるなんて思いもしてない、思えない。これ当初も9万危ないよ、今ね。危ないですね。いや、みんなパーマンはリーチだ。あ、これで滝沢打たないですね。9万頭張れなんちゃった。え、9万頭張れ。いやいや、滝沢切らないもん。滝沢切ったとしても、だから9万ダブロンですよ、これ。ダブロンの頭張れが来る。9万右に寄ってた土屋さん、村上のリーチで助かった。っていうか打つかもしんないよ。あ、本当だ、打つかもしんない。いや、嘘。これまさかのダブロンは、あー、すげーの出た。こんなのあるか、こんなのあるか。さあ、にらんだ、中林にらんだ。うわ、ふざけんな、俺の3万2000返せ。何やってんだよ村上。いやー、うー、嘘だ。こんなこと起こっちゃいけない、こんなこと起こっちゃいけない。信じられない、信じられない、信じられないよ。こんなこと起こっていいの、こんなことが。うわ、志田さん、はい、土田さん、はい、こんなに残酷な頭張れ、あれ僕初めて見た。初めて見たね。初めて見た役満の頭張れ。この頭張れ。率直な試合を終えた感想を教えてください。役満上がりたかったなって思いましたね。いや、あの9万出た瞬間もう真っ先にローンですもんね。出たって言いそうになりましたもんね。そしたら村上さん、ロン大きい声出して、あ、村上さんが僕もロンかぶったんですよ、はい、したら、あ、倒しちゃダメからみたいな、村上さんがこう、あってなったけど、頭跳ねたみたいな感じで、はい、はい、悲しかったです。でも本当にちょっと私も麻雀やっていて、こう見たことのない状況だったんですけれども、どうですか、あの麻雀人生で役満頭跳ねってありました、今まで。いや、人生で初めてですね、多分。そうですよね、多分人生で初めてだと思います。はい、あの本当に、まあ、曲が終わった後ものすごい顔されておりましたけれども、はい、どういう心境でしたか。どういう心境でしたか。いや、滝沢さん5分の1でなってるなと思って6